さあ今日も特別編で、もうお母さんが東京に来てるんで話そうかなと、ここ鉄板鍋木下言うて離れやね、恵比寿離れ、はい、この鉄板鍋はお母さんが考案した、はい、料理を食べながら、うん、今日はちょっといろいろ話ということやねんけど、うん、今までの YouTube って見てる？申し訳ないけど、見れませんね。そうやねんな。見るっていう気持ちにはなれなかったね。何やろ。その動画を、うん、今日はお母さんに見てもらおうかな。で、感想を感じたまま、うん、聞こうかな。楽しみでもあり、不安でもあり。まあ確かに。まずはバットの数だけ、ケツバット、愛の口、ありがとうございますって。バットで叩かれるの。そう、いきます、はい、バット、いただきます。いきますよ。くれ、いっちゃ、いっちゃ、お前癖いってるな。いや、最高。視聴者と絡んでるっていうのはいいことだね。そうやな、うん、いや、でもみんな、なんか、なん愛があるな。みんなね、優しいな。楽しそう、うん、楽しそうや。これからも頑張ってください。ほら、優しいこと。これから…あー、痛い痛い痛い。面白いわ。ん？面白い。面白い。面白い。こんな街の人絡みでやることって楽しいんちゃうの？お母さん的に自分の息子がケツ叩かれてるのどう？とりゃあもうあって自分が叩かれたみたいに痛いで、うん、痛いけど、まあまあそれも世の中の人の恨み、つらみじゃないけども、それがまあ払拭できて、またって新しい高坊を見てくれたら安いもんや、うん、次、木下号泣喧嘩自慢 VS ど素人木下。はい、うわ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 、もういきなりや、うわうわうわ、いたかった、うわ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 、なんかやっぱり親は辛いですね。喧嘩もしたことない、本当に殴り合いもしたことない、喧嘩の仕方も知らない人があんな風にボコボコにやられて、でもよく踏ん張ったなと思うし、まあでも、うん、精神を強くしてもらえる意味ではありがとうございますやな。トゲトゲのペットボトルを投げてみたら大変なことになった。なんてそれ、なんかまた本物なんだろう。痛っ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 痛いやろ、身内やから。容赦なく投げてくれんな。16回。面白い。いやー、これは笑えんな、痛すぎて。まだあのボクシングの方が意義があって意味がないように。なんなんそれって感じやん。ただただ痛い思いして結果的にできへんかったっていう、これは二度と面白くないな。ああ、いただけない。いただけんな。きた、そうやな、いつ見てもおいしそう。これが鉄板鍋、うん、これお母さん考案。そうお母さん、ね、もともとは30年前に、ちょうど我々の貧乏料理やったもんね。貯金額崩壊、まさかの残金ゼロに、ガチです。ガチですか。はい、もう残念ながらガチです。あまり知りたくないな。でも俺の貯金額、うん、逆にいくらや持てんの俺の貯金額。いや、だいたいもっとゴーッとあるんならいいよ。どれぐらいあると思ってんの俺の、ちなみに。いや、わか
からん、あんた絶対教えてくれないから。いや、大体どれぐらいと思ってる。やっぱり1000万はもうあってほしいな。あってほしい、ね、私は親にも一緒に。ほんまや、いない、教えてくれない。うん、下から7、8、6、5、8、3。え、情けなーい。隠してるやろ。隠してないのよ。残念ながら、もう隠してるって言いたいわ。お前もう、なんかあるだけ。あとでそっと教えて、私にはあるって。そしたら安心するから。芸人っていつ何時な、何があるか保証ないもんな。保証もない中で、うん、500万は生きていかれへんで。エルメスのクロコダイル、うん、あんなもの持ちたかったらあんなもんじゃあかんやろって感じやね、うん、あれも売るか、お金にしようか。その考えは何によるかもしれないな、うん、食べながら、うん、次の動画タイトル、はい、うんこ来たな。食べてんのよ今、食べてんのよ。想像するようなことをせやね、今のせんといて。このタイミングなの、それ。このタイミングでうんこになりました。あんたのリアクションでもう食べられへんようになるわ。面白い企画やけど、うん、うんこはな。うんこはちょっと待ってよ。年齢ある。おじいちゃんおばあちゃんならまだな。あ、そうなの。優しい感じするじゃん。若い子はもうそのまんまやで。お肉いけいけやもんな。なお肉ご飯いけいけやもん。そうそう、ニンニクとかももうあのいろんなものの匂いやと思うで。これはどうですか。あ、もうちょっとこの企画おもろいけど。おもろい。よう考えたね。でも天才やわ。ね、うん、分かってるな。これあのすごいことを やってのけたな。そうやな。うん、因縁対決、木下 vs ナダル。ナダル、あ、はい、この時期の、はい、弱いわこの人。私え、この人は弱い。どういうこと弱い。どういうこと弱い。私この人嫌い。なんで。なんか似合ってない。どういうこと。この口悪いんやろ。結構口悪いというか、うん、あ、ズバザッと、まあ、性格悪いという売りやな、うん、でしょ。すごい。それがね、なんかね、あの取ってつけたような、いや、面白いとか感じられへんね。もう無理くりなんか探しまくって頑張ってますみたいなところがさ、作ってるってこと。そうやね、お母さんから見て、うんうん、ああなるほどな。まあ、これは70代の女性のお母さんの意見やな。はい、私は、まあ、まあ若手には若い人にはすごい人気ある。あ、人気あるんだよ。それ要はあんなな、なんかなってドラマ出てな、まあ、これ高野飯っていうのどうでもいいですよ。そんな慣れてな、そんなないアンチキャラでいけって。じゃ今から好感度取ろうとか。もうもうもう、イライライライ。いかがでしょう。でも当たってるな。おお、例えばどういうところが。いやいや、もうあの全部やな。高本もその無理してるっていう風に見られてんねん。わざとやってる的な思んないのに、それがさも面白いかのように言ってるのが思んないねん。この人よう見たはんな。そうやね、めっちゃ見てくれてんねん。ねえ、
あんたはどこ向いてんのって言ったことあるよな。あんた所詮お笑いやでって。人を笑わしてなんぼやで。笑われてなんぼやで。いじられてもなんぼやのにけども、なんでいじられるのが嫌なんって言ったことあるよな。なんで笑われるのは好きやのにいじられるの嫌いなんっていうのも、今そこをね、あのナダルは言ってるような気がする。ナダルで今度俺は好感度もいらん。いらん。これからどうやっていったらいいって、お母さんと嫌も。いや、もっとね、器が大きい人間になってほしいな。いじられても何しても笑いで返せよっていう、カッコつけようと思うからおかしく言っちゃう。あんたはここで変わらな、これからはないな、ないな。いや本当頑張ってよ、ね、おもろなるわ、おもろなり、ほんでアホになり、アホになり、笑われてなんだよ、笑われたらええねんな、それがあんたやね、あんたのやるべきことなんだよ。